さあ行くぞ。どうもこんにちは、世界的 VIP 源です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。いやーもう早いもんで、3月はあっという間に終わってしまいまして、本日4月1日でございます。いや早いですね。まあ桜もねだいぶ、散ってきてるんじゃないかなという感じに思います。まあ早めに桜見に行ってよかったかなという感じで思ってるんでございますけども、ちょっとねお知らせ的なことをねします。まずですね、この10ヶ月ぐらいですかね、ブログにも書いたんですけども、10ヶ月ほどですね毎日、YouTube 動画をしてきました。そして1月から、始めました今のブログですね、引っ越して毎日2ヶ月間投稿してきました。なんですけども、ちょっとね僕ね今やってる作業が、YouTube、ニコニコ、ブログのこの3つなんですよね。まあ4月からってこの間からなんですけど、この間一回やって、4月のもう少ししたらもう一回また作業をやんなきゃいけなくて、別の作業が新しく、入りまして、そちらの方もね、そちらの方が時間かかるんですよ。時間がかかる作業がね、新しく、4月から入りますので、ちょっとね、まあブログの更新は、頻度が毎日投稿からちょっと落ちるんじゃないかというふうに見込まれます。そして、まあ、ニコニコに関しては今まで通りたまにしか出してないんで変わんないです。で YouTube に関しましても、毎日投稿してきたんですけども、ちょっと頻度が落ちるかなと感じに思います。多分ですね、これは多分の話です。別の作業が入っても余裕があれば毎日どんどん動画出していきます。ちなみにまだまだストックがあるのでどんどん出せるんですけど、ちょっとねストック切れた時に動画撮影する時間があるかとか、編集する時間があるかとかね、いろいろ考えちゃうとちょっと分かんないなっていう感じなんですよね。なんでその作業がどうなるか分かりませんけども、そちらも兼ねてやっていかないといけなくなりましたので、ちょっとね、分かりませんどうなるか。なのでちょっとそちらの報告をさせていただこうかなという感じに思って、動画撮りました。僕としては変わらず毎日投稿していきたいなという感じに思ってますのでね、なんだかんだ言って頑張ると思います。もちろんね動画出せない日も出てくると思うんですけども、まあできるだけね多くの動画を出せたらなという感じに思っております。というわけで季節も春、だいぶ暖かいですね。今日なんか暑いぐらいですよ。なんかずっと家の窓開けてね、風を入れたりしてましたけども、暖かいね風が。やっぱり今までの風と違ってね暖かい感じで、まあ家の前にもね猫がね遊びに来るんですけども、まあ暑いんでしょうね。日陰に入ってずっとぐたらしてました。2匹来るんですよ最近。紹介動画撮りますけど、新しいね猫が来ましたんで、その猫と今のんびり、僕もねぐたらしてるんですけども、まあね、ちょっと忙しくなってくるんじゃないかなっていう感じに思ってるので、新年度ということで予想を新たに頑張っていきたいなと思います。お疲れ様でした。